濁流の音が団子岩に響いています。団子岩がね見えていますけども、先日来の大雨で今も濁流が流れ続ける中津川、先日はもうこの川辻もう遊歩道が水浸しになるぐらいの大変な大水でした。上流では山田線が流出したり、甚大な被害が出たようですが、あ、こちらの河川敷もまるで何かに削り取られたような、草むらがね削られたような跡が見受けられます。草ももう完璧に寝そべって、この水害の甚大さを物語っているようです。団子岩あたりから聞こえてくる川の轟音、お聞きいただけますでしょうか。今年は行くたびか中津川大増水でもう氾濫を起こした、こういう状況になりました。現在は少し水が引いているようですが、このあと台風10号の余波が盛岡に来たらまた増水の恐れがあります。皆さん気を引き締めていきましょう。以上、盛岡城址岩手公園前の中津川からお届けいたしました。